い魚だ。傷一つなの。いや。濃いけど。リクワームだね。リクワーム。わかんないけど。なんでかリクワームって一回もつけたこと。なんだかんだでリクワーム。レグワーム投げとか釣れる。今日はそれで。なんかそんなこと言おうだね。今日はそっち。やっぱりレグワームで初めて釣ったろう。おお、折れるよ。テンションかけとってね。いい魚だ。めちゃっぱあるんじゃない？ギリ。いや、ないや。あ、ないか。サンキュー。はい。サンキューです。おぉ。ああ。いや、当たったよ。当たったけど。俺に仕事をさせない気だな。あ、いいじゃん。サイズそんな悪くない。そっちにネットがある。まあ自分でやんな。そこシャローよ。ナイス。これいいじゃん、それ。40アップあるんじゃない。さっきより大きいような気がする。しかもちょっと回復してるし。あ、そうでもなかった。痩せてた。ナイス、一周です。それは40ありそうだよ。ないかな、微妙かな。あ、いや、でもあるな。いや、あるやった。もうそっち側の GoPro5 が使えないから。ある 1.5 1。 うん、1ぐらいかな。1だな。イエーイ。ここここ。それでやっぱ大きいやつがおるね。レクワーム1回でこんなになるの。そうなるんだよ。それが欠点なんだよ。まあ、だから釣れるんじゃねえのっていう話でもあるんだけど。そうね。すごく気がいい。
さてさて、ネックワームで釣れることは分かりましたよ。やったね、2匹釣っちゃったね。釣れますか？釣れないですか？トップやられてるんですか？そこのトップです。トップコツはなんかバイトはあるんですか？あるんですか？はい。なんか YouTube の人はい、すみません。ありがとうございます。YouTube の方ではないですよ。ただ動画上げてるだけなんで、YouTuber じゃないんです。ありがとうございます。登録しとってください。お願いします。クラチャンネルですよね。違います。いつも見てます。違います。ます違います。気のせいです。気のせいです。勘違い。クリチャンネルですかね。はい。お腹いの。島があって、はい、外にこっち側に出ていくときに、はい、かったかっこいい。あの、おるじゃん、はい、あっち側にあるじゃん、はい、あそこの V の岬があるじゃん、あっさい岬、はい、あそこで魚が入ってきようんじゃろう思うけど、はい、マットって、はい、ダウンしとくことだっけ、うん、レッグアーム投げとったら、はい、コンコンってあったと思う。あの周りで何本つったの？4本か、うん、こんな感じだった。かっこいいっす、超かっこいいっす。かっこいいっす、超かっこいいっす。あー、いけん、こいつのショール。え？でかいん。まあ、カメなんですけどね。これほんまじゃ。え、カメ捕まえて。え、連れて帰るんですか。いや、あの、とりあえずなんか初めてゲットしたっけ。でもレッグアームじゃないと当たりがなかったっていう。もうズルズルじゃんこれ。タツキに絡んだったんですね。おちゃうやね。いやでも当たったぞ。いや結構立ち気あるけ、うん、キングの時に木化けとか多分多いと思います。なことはない。いや多いと思います。なことはない。多いと思います。なことはない。ありがとうございます。いいえ。外れたんかい。大きくないな。なんだ？なんで？全部同じじゃん、さっきと。俺と同じだね。なんかこう、最後にって思ってきたのに。あら。結局サイズは同じだったね。でもコンディションいいな。コンディションいいね。さっきのココンもやっぱり当たってたね。同じコンだ。イエイ。今日のラスト魚のはず。そうね。もう脳幹。